佐藤あやみです。ちくわです。ちくわちゃん、ちゅちょっとね、ちくわが暴れてうるさいけん今捕獲したと。お膝の上にいて。今回はですね、じゃーん、ダイソーでお買い物してきました。イエーイ。というわけでですね、今回はダイソー購入品なんですが、この間セリア購入品をご紹介した時にハロウィングッズも紹介したんですけど、ハロウィンの仮装的なもの、仮装アイテムを購入してきました。今回はそちらをご紹介していきたいと思います。では早速スタート。一つ目はこちらです。じゃん、メイク用のスポンジです。こちらを購入しました。傷メイクとかちょっとね、殴られた後のこう青あざとか作るときにね、いい感じの色合いに仕上げるためにこれでポン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 ってやろうかなと思ってこれを買いました。次はこちらです。じゃん、このお花ダークカラーのこのマムピック4本を購入しました。今度メイク動画でハロウィンのメイクをしようと思うんですけど、雰囲気が出るようにこちらを買ってみました。これをちょっと小物プラスしてより雰囲気をね出すみたいな感じですね。はい、次の購入品がこちら。じゃん、これ花冠こちらです。これね、ほらレースがついてるんですよ。はい、こんな感じです。可愛くないですか、これなんか花嫁っぽいでしょ。まだ結婚はしてないですけどね。なんかあれみたい、蚊とかが入ってこんようにするレースみたいに見えるね、私がやっとったら。はい、っていう感じで、このこれもね使おうと思います。次これ、じゃん、ブラックマント、こういう感じのねフェルト素材のマットですね。こういう感じ。はい、黒ので、これをここにこうやってして、こうやってしたらハロウィンって感じが出るんですよ。こんな感じよ。こういう風にマントになっとんよ。こうやってして、こんな風にして、マントといえばじゃん、ドラキュラ。これ一回で一見つけてみたかったじゃんね。だけん興味本位で買ったっていうのもある、正直。うわ、やっぱなんかこんな感じなんですけど、なんかピロピロ柔らかい。ちょっとつけてみよう。ね、ちょっとやばくない？なんかこれさ、おかしいじゃん、確実に。なんかもう、アンバランスすぎて、なんか、ドラキュラの怖さとか一切出なくない？ちょっと、間抜けのデップみたいな感じ。これを見てから買った方がいいです、私の動画を。こんな風になるっていう。ね。はい、こんな感じですよ。なんかちょっとしゃくれとるもんね、ほら。なんか、こう、安定せんけん、ちょっとしゃくれさせな、安定させんけん、こういう風になるんや。ちょっとやばいな、これ。はい。次に購入したのがこちら。ハロウィンフェルトガーランドでーす。はーい、これはね、こういう風にここ見てもらうと分かるんですけど、こういう感じでハロウィーンって書いてあるフェルトの後ろにね飾るやつを買いました。ハロウィン関係の動画を撮るときにこれを後ろにつけて撮影しようかなと思います。はい、今回は6点の商品をご紹介しました。いかがだったでしょうか。ヤエバみたいな、ドラキュラの牙みたいなやつに関してはちょっとやっぱ安すぎ注意ってやつですね。もうちょっと高いやつを買えばそれなりにいいものが手に入るのかなと思います。ちょっとね、あれはネタ系ではある。ちょっといきなりね、私そういうつもりじゃないのにいきなりネタ系の動画になっちゃったね、あれで一気に皆さんぜひいろいろこれ以外にもたくさんハロウィンの仮装グッズとかいろいろ、なんだろう、傷メイクのなんか貼るやつとかあったので、皆さんぜひチェックしてみてほしいなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとか、ダイソー行ってみようかなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。